令和元年11月3日、大阪エキスポフラッシュフィールドにて、2019X リーグディビジョン3ウエスト、三重ファイヤーバード対佐藤建設スタンディングベアーズの一戦が行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始の前のコイントスを行います。手前側、バックスタンド側、ホワイトのユニフォームが佐藤建設スタンディングベアーズ。奥側カラー、えんじのユニフォームが三重ファイヤーバードです。三重ファイヤーバードキックオフ、佐藤建設スタンディングベアーズリターンで試合が始まります。佐藤建設ファーストダウン。ランニングバック21番、ハンドオフから中央突破、約8ヤードゲイン。佐藤建設ファーストダウン、ランニングバック9番、ポストを受け左オープン展開、ファーストダウン獲得です。インターセプト。クォーターバック15番、プレッシャーを浴びながら左に流れつつパス、しかしこのパスは三重19番がインターセプト。攻守交代です。ターンオーバー。再びフルバックの中央へのダイブプレー、しかしこれはノーゲイン。パス成功、ファーストダウン。ナイスラン、ファーストダウン。タッチダウン。ナニワック9番、反応から中央突破、そのままエンドゾーンに飛び込みタッチダウン。佐藤建設6点獲得。三重リターン、リターナー81番。このリターンはよく佐藤建設陣に入ったところでボールデッド。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック9番、ワイドレシーバー28番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。QB サーク、クォーターバック9番、パスを投じようとしましたが、これを佐藤建設2番が QB サーク。ナイスラン、ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。失礼、クォーターバック15番、ワイドレシーバー17番にパスを通し、約10ヤードゲイン。ナイスラン、ファーストダウン。パス不成功。クォーターバック15番、左スプリントアウトからワイドレシーバー87番へのパス、しかしこのパスはショート。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバ ninguém. Façam.ここでボールをファンブル。ファンブルしたボールを抑えたのは佐藤建設78番、攻守交代です。ターンオーバー。パス成功。ファースター。クォーターバック15番、プレーアクションからロングパス。このパスを1番キャッチし大きく前進。ファースター。このキックは失敗、無得点、攻守交代となります。パス成功。タッチダウン。クォーターバック15番、ワイドレシーバー17番へのロングパス、これを17番キャッチしそのまま独走。パス成功、2ポイント獲得。クォーターバック15番、プレーアクションからタイトエンド姿勢フルバック47番にパスを通し2点を追加しました。佐藤建設スタンディングベアーズ14点、三重ファイヤーバード0点。QB サーク、そしてここでボールをファンブル、これを抑えたのが佐藤建設、したがって佐藤建設の攻撃と変わります。ターンオーバー。タッチダウン。クォーターバック17番、ハンドオフウェイから中央突破、そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。2ポイント成功。ランニバック2番ハンドオフによるランニバック2番のハンドオフによる中央突破、そのままエンドゾーン飛び込み2ポイント獲得です。佐藤建設スタンディングベアーズ22点、三重ファイヤーバード0点。フルバックのダイブプレー、キャリア25番、中で倒れたので時計回り続けます。パス成功、タイトエンド28番、これをキャッチ。パス成功。ファースター。ここで三重パスをスパイク、しかしこのプレーを始める段階で試合時間がなくなっておりました。試合終了です。試合終了となりまして、三重ファイヤーバード0点、佐藤建設スタンディングベアーズ22点で佐藤建設スタンディングベアーズの勝利です。本日はご声援ありがとうございました。